い、どうも。どうも。半分20代出張朝読み。朝読みですね。はい。はい、やっていきたいと思います。はい。お願いします。はい。今日話したいこと持ってきました。お、何ですか。ポッキーって皆さんどういうイメージありますか？CM は。ポッキーですか。ポッキーですね。ジョイフル。ジョイフル。あれそれじゃないですか。ポッキーだ。あれ、そうです。遊び。あの、ギター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 。なんか踊るイメージがすごい。最近踊ってないんですよ。あれ、ジョイフルって何年前か覚えてますか？いや、でもレベルめちゃくちゃ前でしょ。10とかでしょ。15、13。いや、15は嘘だよ。3ぐらいだと思う。あの CM 流れたのが、あの要はなんかポッキーのね、一番最初 の踊る CM が2006年なんですよ。スティック・オブ・ファン。確かになんか踊ってるイメージしか残ってないなと思って。今だとなんか、ポッキー何本分話すみたいな。あ、そう、2本多いから2本分多く話せるねみたいなのをなんか、なるほど。なんか、ターゲットの変遷があって、最初に出たポッキーの CM が1980年代なんですよ。その時どこターゲットにしたか、なんか想像つきます？キャバクラ。あー、グラス入ってるやつでした。そうね。なんだろう、労働者。工場労働者。同じようなもんじゃん。そっか、昼か夜かだけか。そっか。あ、でも2人のなんか中間ぐらいで、OL をなんかターゲットにしたんですけど、OL がなんか旅の途中で、食べてくれるのをこう想定して、なんかいろんな観光地で女優さんがポッキーを食べてるっていうシーンが流行ってる。移動中とかそういう。そうだね。だからなんか日常というか、なんか余暇に楽しんでもらうみたいな。うーん。1990年代にポッキーのいろいろな種類が出たんですよ。いちごのつぶつぶとか、あと青のミクランチ入ってるやつとか、はいはい、それでなんかすごいこういろんな人を使う CM をやって、今までそういうのなかったから、有名な人をとりあえず使っとくみたいな CM だったのに、ポッキーが初めてそういうことをやったっていう。そうなんだ。でもライフスタイルにいったんだ。そういうことです。なんかポッキーのこうCM の編成見せたら、CM 全体の編成が見れて面白いなって。それがあって、その次踊り。その次踊りです。その次踊り、まあ、学生向けみたいな。そうです。で、今は今が、その踊りの時に学生だった人たちが、主婦になったところを狙って、あと何本か話す。なるほど。よく思うんだけどさ、こう何々だった人が大人になったのをターゲットにし直すじゃん、最近。それはなんか俺たちがまさにそういう世代だからなんかすごい見てるのか、それとも単純にそれが増えてるのかって言ったらどっちだったの？ポケモンとか、セガとかの大人のプラモデル的なことをやってたり、セーラームーンとかもちょっと流行って、セーラームーンコスメとか。セーラームーン流行ったよね。あの時幼稚園小学校の子が大人になってコスメを爆買いするっていう。化粧品でね、大人買いですごい売り上げが伸びた。あ、そうなんですか。その世代だからっていうのはあるかもしれない。その頃あのマスマーケで CM をバーってやってたし、みんなもテレビを見ていたっていうところから、まあ、それがまた作り変えられるっていうのはあると思うし、今は本当もうマイクロマーケティングだから、全体の人が見てるっていうのはないから。だからそれこそもっと上の層のリバイバルだったらあってもいいし、さっきベジータが言ってたのは下の層へのリバイバルはないだろうなって話だったけど、上の層へのリバイバルがあって、あ、でもあるんじゃない、なんか昔のアイドルがとか。ああ、ちょっと今スピードしか思ってない。そうそう、アイドルとか。でも、まあ、ルパンとか、まあ、それはすごい。ああ、ルパンとかね。確かにルパンとかそうだね。あと、あれね、銀河鉄道999みたいな、そう、危ないデカ的なシリーズとかもリバイバルしてた時もあったし、なんか結構あんのかな、意外とね。あるよね。はい、はい、お長い。はい、はい、朝読みでした。ありがとうございました。ありがとうございました。